この事件は去年11月足代町のスナック店経営信本真由美さんの遺体を町内の山林に遺棄したとして無職の篠則義容疑者が逮捕されたものです調べに対し指導容疑者は工具のような鈍器で頭を殴って殺したなどと供述していることが分かりました指導容疑者は信本さんの自宅寝室で殺害後車で遺体を運んだとみられています警察はきょう指導容疑者を 信元さん殺害の容疑で再逮捕する方針です。